スペインの地理について説明する。スペインとその周囲の国家スペインの飛び地領土スペインの極地スペイン大陸部はユーラシア大陸の南西端にあり、イベリア半島の約85%を占めている。その他には地中海にバレアレス諸島が大西洋にカナリア諸島がある。アフリカ大陸沿岸と沖合には5つの飛び地領土、プラサスでソベラニアがあり。 ピレニエ山脈内部のフランス領土には飛び地領土としてリビアがある。スペイン大陸部は北緯36度0部から北緯43度48分の範囲にあり、成形9度18分から統計3度19分の範囲にある。島諸部ではバレアレス諸島は北緯39度統計3度付近にあり、カナリア諸島は北緯28度 成形17度付近にある。このため、スペイン全土では、北緯27度38分から北緯43度48分の範囲にあり、成形18度10分から統計4度19分の範囲にある。アラゴン州東部とバレンシア州東部には南北に本州四五線が通っている。スペイン大陸部の標準時は、フランスやドイツと同じアトックプラス1であり、 カナリア諸島の標準時は、ポルトガルやイギリスと同じアトックプラス0である。冬季は中央ヨーロッパ時間が、下季は中央ヨーロッパ夏時間が使用される。イベリア半島はジブラルタル海峡でアフリカ大陸と隔てられているが、ジブラルタル海峡の最強部は、わずか約1 4キロメートルである。ヨーロッパの同意度地域には、イベリア半島、イタリア半島、 バルカン半島という三つの大きな半島があるが、この中で最も西にあるのがイベリア半島である。スペイン大陸部の北東部では、長さ435キロメートルのピレネー山脈で、フランスとアンドラ公国と国境を接しており、北岸は大西洋のビスケ湾に面している。北西岸は大西洋に面しており、西側はポルトガルと国境を接している。 南西岸は大西洋のカディス湾に面しており、南東岸は地中海のアルボラン海に、東岸は地中海のバレアレス海に面している。アンダルシア州カディス県の一部は英領ジブラルタルと国境を接している。アフリカ大陸にあるセウタとメリリアはモロッコと国境を接している。国境線長は 1952.7km であり、 ポルトガルと 1224km、フランスと 646km、アンドラ広告と 63km、モロッコと 18.5km、エーリオ・ジブラルタルと 1.2km の国境を接している。スペイン全土の海岸線長は 4964km であり、内島諸部を含まない、イベリア半島部分の海岸線の長さは 3144km である。 バレアレス諸島の海岸線の長さは 910km、カナリア諸島の海岸線の長さは 1126km である。島諸部も含めたスペインの面積は2016年時点で50万5370平方キロメートルであり、うち49万8980平方キロメートルが陸地6390平方キロメートルが水域である。 地域別の内訳は、大陸部が492,463平方キロメートル、カナリア諸島が7,273平方キロメートル、バレアレス諸島が5,014平方キロメートル、セウタとメリリアがわずかな面積であり、大陸部が面積の97.5%を占めている。西ヨーロッパではフランスに次いで2番目に面積の大きな国である。 スペインの主要都市1479年にはカスティーラ王国とアラゴン連合王国が結びついてスペイン王国が成立。16世紀末のスペイン王国の人口は840万人だった。近代には災害や薬病などによる死亡率が高かったため200年後の18世紀末の人口は1050万人と増加率は緩やかなものだった。19世紀には 死亡率が顕著に減少したため人口の急増が起こり、1857年には1540万人、1900年には1850万人となった。20世紀に入ると増加率はさらに上昇し、フランコ体制が終了した1975年には3550万人となった。このような傾向はおおむね他の西ヨーロッパ諸国に類似しているが、 死亡率の減少や人口再生産率の低下は西ヨーロッパ諸国より遅れて展開された。1979年頃の人口密度は70人平方キロメートルであり、西ドイツ、イギリス、イタリア、フランスなどの西ヨーロッパ主要国の中で最も低かった。人口の分布は不均等であり、18世紀までは沿岸部より内陸部の人口密度が高かったが、 19世紀には産業形態の変化によって沿岸部の人口密度が高まった。今日では面積の2、3を占める内陸部に総人口の41%が、面積の1、3を占める沿岸部に総人口の59%が居住している。出生率が後退し始めたのは19世紀後半のことであり、第一次世界大戦、世界恐慌。 スペイン内戦など相次いだ混乱が影響して出生率低下が顕著となった。第二次世界大戦後には一旦出生率が上昇したものの1970年代以降には計画出産の浸透などで再び低下している。1980年代から1990年代の人口は横ばいで推移し、1998年の合計特殊出生率は1.15という 低水準となった。1990年代末以降には、地中海ヨーロッパ有数の移民受け入れ国となり、モロッコ、南アメリカ、東、ヨーロッパなどから多くの外国人労働者を受け入れている。死亡率は1914年以降に大きく減少しており、今日ではヨーロッパで最も低いレベルにある。主要都市マドリードバルセロナ19世紀中頃には、 人口10万人を超える自治体は4自治体であり、その合計人口は68万9000人だった。20世紀初頭には10万人を超える自治体が6自治体となり、その合計人口は150万人となった。1970年には10万人を超える自治体が35自治体となり、その合計人口はスペインの総人口の1、3を超える1150万人となった。 マドリードとバルセロナがスペインの二大都市であり、マドリードは行政やサービス産業の中心地、バルセロナは商工業都市という性格の違いがある。主要都市圏バレンシアセビリア1947年から1954年にかけてスペインの主要都市は周辺自治体との市町村合併を行い、郊外の村落を自治体内に吸収、人口と面積を拡大させた。 この動向は、マドリードとバルセロナの二大都市だけではなく、ビルバオ、サンセバスティアン、バレンシア、マラガ、ビーゴなどの地方中心都市でも同じだった。経済的に恵まれた周辺自治体は、主要都市との合併を行わないことがあり、バルセロナ都市圏のバダロナやルスピタレートダ・リブラガーと、ビルバオ都市圏のバラカルドやサントルツィは、独立した自治体として残った。 その場合には住宅や工場の連続性が複数の自治体にまたがることになり大都市圏を形成。その中でも特に構造が明確なマドリード都市圏、バルセロナ都市圏、ビルバオ都市圏の3都市圏は行政的にも一定の管理機能を有している。1980年には人口10万人以上の都市圏の人口がスペインの総人口の53%を占めていた。 1990年代初頭までは、マドリード都市圏とバルセロナ都市圏の人口規模が均衡していたが、その後はマドリード都市圏の人口増加が著しく、今日ではマドリード都市圏が約600万人、バルセロナ都市圏が約400万人となっている。大都市圏では、自治体ごとに機能を補い合う連接都市を形成することがあり、バルセロナ都市圏から、 北部のサバタラに至るライン、オビエドヒホンイコールアビレスという三角形地域、サンセバスティアンからエレンテリアを通ってイルンに至るライン、タラゴナカラレウスに至るラインなどが連接都市の例として知られている。スペインの地勢スペイン本土の大部分は海岸線が国境となっており、地中海と大西洋に面している。陸地では北東部のピレネー山脈で、 フランスやアンドラ公国と西側でポルトガルと南端部でイギリス領ジブラルタルと接している。イベリア半島にあるジブラルタルの領有権についてはスペインとイギリスの間で論争が続いている。アフリカ大陸沖合にあるトビチ領土プラサスでソベラニアの領有権についてはスペインとモロッコの間で論争が続いている。ピレネー山中には フランス領土の中にリビアという飛び地領土がある。スペイン本土の大部分には、高原大地であるメセタが広がり、メセタはいくつもの産地で縁取られている。その他の地形には、小規模な海岸平野や家指定地などがあり、メセタ以外で最も大きな平原として南西部に、アンダルシア平原がある。スペインの地形は、メセタ、カンタブリア山脈、イベリコ山系、ピレネー山脈、 ベティコ山系、アンダルシア平原、エブロ平原、海岸平野、バレアレス諸島、カナリア諸島という10の自然地域に分割することができる。この10の自然地域は、一般的にメセタとその周辺の産地、その他の産地、低地、当初の4つに分類することができる。第一、低地広大な平原であるメセタメセタは、イベリア半島中央部に広がる広大な平原であり、 その標高は610から760メートルである。西部はポルトガル領まで広がっているが、一般的には、かつてのカスティーリャ王国領土を指してメセタと呼ぶ。メセタは西部を除いて標高の高い山地に囲まれている。西側のスペインポルトガル国境に向かって緩やかに傾斜しているため、メセタを流れる河川は東から西に向かって流れている。 セントラル三系はメセタの背骨と表現されメセタを北メセタと南メセタに分けている。カスティーリア・イレオン州を中心とする北メセタはカスティーリア・ラマンチャ州を中心とする南メセタに比べて標高がやや高い。エブロデルタの稲作地帯メセタの外側にはエブロ平原とグアダルキビール平原が広がっており、その他には北西側にサドタホ平原、東側に バレンシア平原が広がっている。エブロ平原とグアダルキビール平原は、アルプス山脈の隆起と同時期に形成され、水源を頂点とする三角形の形状をしている。エブロ平原は、エブロ川の流域に形成された平原であり、下流部では、カタルーニャ海岸山脈によって、地中海と隔てられているため、グアダルキビール平原とは違って、内陸性の特徴を有する。 グアダルキビール平原は、グアダルキビール川の流域に形成された幅の広い平原であり、川口部の大西洋に向かって開けている。グアダルキビール平原の北側は、シエラモレナ山脈が、南東側は、ベティコ山系がそびえており、平原の東端部で2つの山地が合流している。ポルトガルとの国境に近いタホ川やグアディアナ川の流域には小規模な低地が形成されている。 沿岸地域と海岸山脈の間にはいくつかの小規模な海岸平野が形成されている。広大な大地であるメセタやメセタを取り囲む産地の存在によって、スペインの国土の50%以上が標高600メートル以上であり、標高200メートル以下の土地は10%に満たない。国土の平均標高は660メートルであり、ヨーロッパの主要国では、 平均標高1340メートルのスイスに次いで平均標高が高い国である。ヨーロッパ大陸には最高標高4810メートルのアルプス山無などがあるにもかかわらず、2、3以上は標高200メートル以下の土地である。山地内陸部セントラル山系のアルマンソールボン、カンタビリア山脈のピコスで、 エウロパセントラル山系はスペインの首都マドリードの北側を巻いており、マドリードの北側では標高2400メートルに達し、南に向かうにつれて徐々に標高を落とす。マドリードの西側にはセントラル山系最高峰のアルマンソウルボンがある。セントラル山系はスペインポルトガル国境を越えてポルトガル領域まで続いている。セントラル山系には氷河地形も見られ、 いくつかの広報は万年雪に覆われている。北西部や南東部にあるいくつかの峠を道路や鉄道が通っているため、セントラル三系は一定の標高を持つにもかかわらず、北メセタと南メセタを分ける通行困難な障壁とはなっていない。イギリスの小説家ローリー・リーは、セントラル三系について、東西に伸びる状態はスペインを横断し、住民を 別々の人種に分けていると書いた。南メセタはトレド山地とグアダルーペ山地によって分けられているが、両山地は1500メートル程度にしか達しない。両山地には南メセタとアンダルシア平原を結ぶいくつもの峠が通っており、トレド山地は交通や通信の障害にはなっていない。メセタを縁取っている山地として、シエラモレナ山脈、カンタブリア山脈、 イベリコ山系がある。シエラモレナ山脈は南メセタの南端にあり、グアダルキビール川流域の北端を形成している。東側でイベリコ山系に接続しており、西側でポルトガル南部の山地に接続している。標高はほとんど1300メートルを超えることがないが、シエラモレナ山脈南麓は険しい地形である。主に石灰岩からなる。 カンタビリア山脈はスペイン北西部にあり、ビスケー湾に近接して海岸線と平行に走っている。カンタビリア山脈の最高峰は2648メートルのトーレセレードである。カンタビリア山脈の東部はバスク山脈と呼ばれ、バスク山脈の東端部はピレネー山脈に接続している。イベリコ山系はカンタビリア山脈の南東側に伸びており、 エブロ川流域と深る川流域を結んでいる。イベリコ山系東部は地中海に近づく。イベリコ山系は北部の標高が2000メートルを超え、最高標高は2300メートル以上に達する。終焉部ピレネー山脈最高峰のアネトサンテニリフェ、島にある、スペイン最高峰のテーデーサンスペイン、大陸部最高峰のムラセン山メセタから離れた場所には、 スペインの北東端部にピレネー山脈が南東部にベティコ山系がある。ピレネー山脈はビスケー湾と地中海を結ぶように4 3 0トルにわたって伸びており、スペインとフランスの自然国境となっている。ピレネー山脈はアルプス山脈のような縦谷が発達しなかったため、後方はそのまま交通障壁となった。西端部と東端部は 比較的通行が容易であり、国境をまたぐ道路や鉄道路線が存在するものの、ピレネー山脈中央部は通行が困難である。いくつかの山前方もあり、最高峰は3404メートルのアネト山である。ベティコ山系はスペイン南東岸と平行に走り、その北東端でイベリコ山系と北端でシエラモレナ山脈と接続する。ベティコ山系には、 縦谷と先山が発達しており、地中海に浮かぶバレアレス諸島は、プレベティコ山系の延長にある。ベティコ山系の一部である、シエラネバダ山脈には、スペイン本土で最も標高が高い村仙山が含まれ、その他にもいくつかの3000メートルミネがある。当初バレアレス諸島、カナリア諸島、スペインは2つの群島を有しており、地中海西部のバレアレス海に、バレアレス諸島が、 北、大西洋にカナリア諸島が存在する。バレアレス諸島は、スペイン本土の東岸から約8 0トルの距離にあり、総面積は約5000平方キロメートルである。バレアレス諸島の地質は、スペイン本土のベティコ山系から連続しており、マヨルカ島北西部のドラムンターナ山脈にある標高1445メートルのプジマ城が、諸島の最高峰である。 マヨルカ島の中央部には平原が広がっている。北、大西洋に浮かぶカナリア諸島は火山性の群島であり、アフリカ大陸から西に約9 0トル離れている。諸島の中心となるテネリフェ島とグランカナリア島には後方が存在する。グランカナリア島の最高峰は標高1 9 4 9ルのピコデラスニエベスであり、 テネリフェ島の最高峰は3718メートルのテーデ山である。旧火山であるテーデ山はスペイン全土の最高峰でもあり、基部からの標高では世界第3位の火山である。河川スペイン大陸部の河川別流域図、トゥエロ川、道路川、タホ川、テイジョ川、グアディアナ川、グアダルキビール川、エブロ川はイベリア半島の5大河川と呼ばれ、 地中海に注ぐエブロ川を除く4河川は大西洋に注いでいる。スペインの河川は外して水深が浅く、また急流をなしている。このため、これらの河川の中に自然のままで外洋線が航行可能な河川は存在せず、交通路ではなく境界として機能してきた。短い河川は季節による流量の差が激しく、時期によっては川床が干上がる河川もある。 主要な河川のいくつかはメセタオフチドル山地に橋を発しており、ドゥエロ川、ドーロ川、タホ川、テイジョ川、グアディアナ川は平原を精神して大西洋に注いでいるが、スペインで最も流量の多いエブロ川は平原を闘神して地中海に注いでいる。アンダルシア州を流れるグアダルキビール川も精神して大西洋に注いでいる。グアダルキビール川は肥沃な谷を考えし、 豊かな農業地域を作り出している。グアガルキビール川は、外洋線が、航行可能なスペイン唯一の河川であり、カディス湾の川口からセビリアまで走行することができる。マドリード近郊には、エルアタサールダムが建設され、水を供給している。サラゴサを流れるエブロ川スペインには、洪水と侵食の双方に弱いとされる地域がある。年月日には、 レバンテ地方のムルシアでサンタテレサ洪水が起きた。1957年10月13日から14日には集中豪雨の結果として同じくレバンテ地方のバレンシアで壊滅的な洪水が起こり少なくとも81人が死亡した。1982年にはレバンテ地方を流れる深る川流域のトースダムが決壊しその結果起こった洪水で30人が死亡した。 水ストレスや水不足はスペインにとっての大きな脅威である。ムルシア州やアルメリア県など、レバンテ地方のスペイン南東部は特に水不足の影響を受けやすく、また、地中海沿岸部の大部分は塩水侵入の影響を受けている。他ホ川に囲まれたトレドメセタは西側に向かって傾斜しているため、スペインの大河川はエブロ川を除くすべての河川が大西洋に向かって流れる。 スペインの大規模な産地は概して東西方向に平行に並んでいるため、大河川も各産地の合間を平行に流れている。カンタビリア山脈やピレンレイ山脈に橋を発する河川は特に勾配が急なことで知られる。大西洋に注ぐミーニョ川、ドゥエロ川、道路川、タホ川、テイジョ川、グアディアナ川などは一部でスペインとポルトガルの自然国境となっている。 ビスケ湾に注ぐビダソア川は、下流部でスペインとフランスの自然国境となっている。大西洋に向かって流れる河川は河口に近づくに、つれて次第に水量を増すが、レバンテ地方を流れて地中海に注ぐ河川は逆であり、これは蒸発、地中への浸透、灌えのためである。エスパーニャベルデをビスケ湾に向かって流れる河川は、 相対的に季節的流量変動が少ないが乾燥する地域を流れて地中海に注ぐ河川は相対的に流量変動が大きい。ガリシア地方を流れるミーニョ川は春季と夏季の流量差が3倍程度であるものの大西洋に注ぐグアダルキビール川は15倍に上り地中海に注ぐ河川はさらに大きな流量差となる。セビリアの町とグアダルキビール川イベリア半島を 流れる河川は激しい流れ、流量の少なさ、流量の不規則さなどを特徴としている。流量の乏しさは、降水量の少なさに起因するものであり、内陸部のメセタと海岸部を結ぶ、航行可能な河川は存在しない。イギリスやフランスのように運河を建設して、物資を輸送することもできず、モータリゼーションが進行した現代まで海岸部と内陸部の交流は乏しかった。 金星まで、マドリードから北東岸のバルセロナまで約2週間、マドリードから南部のセビリアまで約10日間を要した。イベリア半島の主要河川に橋を架けることは困難であり、歴史的に諸地域の自然境界となった。他保川、テージョ川のトレドからスペインポルトガル国境までの範囲には近代まで4つの橋しか架けられなかった。グアガルキビール川のみは、 早くから川口から約 85km 地点に位置するセビリアまでの航行が可能であり、スペイン帝国はセビリアを大西洋貿易の独占港とした。コルドバも河川交通の要所として機能し、近代以前にはセビリアからコルドバまでの間に一つの橋も存在しなかった。1717 17年に新大陸との交易拠点が大西洋岸のカディスに移されると、 グアダルキビール川沿岸都市の重要性は低下した。メセタは西部を除いて高い山脈に囲まれており、北はカンタブリア山脈、南はシエラモレナ山脈に阻まれている。メセタ中央部にはセントラル山系があり、メセタ北部とメセタ南部を隔てている。ポルトガルを除けば小規模な海岸平野しかないが、エブロ川流域とグアダルキビール川流域には、 内陸に向かって長く海岸平野が伸びている。スペインにおける、欠片の気候区分気候区分スペイン大陸部とバレアレス諸島は温帯に属しており、大西洋沿岸部の実は西岸海洋性気候に、その他は地中海性気候に含まれる。南東部のアリカンテ県からアルメリア県にかけての地域はヨーロッパでは珍しく砂漠気候である。亜熱帯のカナリア諸島や大陸部の中でも、 エブロ川中流域は、ステップ気候に含まれる。イベリア半島の大部分は厚く乾燥したカキを特徴としている。内陸部では、冬季の気候も厳しく、カスティーリア地方の気候を指して、9ヶ月の冬と3ヶ月の地獄と呼ぶことがある。植生北部の山間部には、ブナ、オーク、クリなどの森林が広がる。また草原や牧場が多く、トウモロコシやリンゴが栽培される。 北部では産居集落と零細土地所有制度が一般的である。地中海岸では斜面を開墾して段々畑が築かれることが多く、灌漑農業によって柑橘類が生産されている。柑橘類やオリーブ栽培の北限は地中海性気候の影響する北限と重なる。内陸部のメセタでは小麦やブドウが生産されるものの、その生産性は低い。南部では オリーブや穀物が生産される。南部は大土地所有制度による、祖法的農業が卓越しており、大半は、集中集落となる。アンダルシア州東部の沿岸部は亜熱帯性、気候であり、サトウキビやバナナも栽培される。エスパーニャベルデイベリア半島の気候は地域によって大きく変化するが、歴史的には、カンタビリア山脈を境にして乾燥イベリアと、 湿順イベリアの二つの地域に区分された。カンタブリア山脈以北の北西岸はエスパーニャベルデと呼ばれる、年光水量は800から1500ミリメートルの西岸海洋性気候であり、夏季は涼しく冬季は穏やかである。北部のバスク州、カンタブリア州、アステリアス州、ガリシア州がエスパーニャベルデに含まれ、山岳地帯では、 年降水量が3000ミリメートルに達する場所もある。北西部のガリシア地方にあるアコルーニャでは、夏季の日中の平均気温は、摂氏23度をわずかに下回る。涼しく湿度の高い夏季の気候は、半島北岸の大部分の地域に共通している。この地域では、降水量が月30ミリメートル以下になることがなく、降雨日は年間150日以上となる。 外して湿度が高く、どん天日も多い。乾燥イベリアカンタブリア山脈以南の地域は、乾燥イベリアと呼ばれ、年降水量は800ミリメートルに満たない。夏季は乾燥し、特に内陸部では、冬季は寒さが厳しい。乾燥イベリアで、降水量が多い季節は、春季と秋季であるが、山間部を除けば300から600ミリメートルの場所が多い。ラマンチャ地方は、 アラビア語の乾いた土地に由来する。乾燥イベリアでは短期間に豪雨となって降ることが多く、河川の流量に大きな影響を与えることなく蒸発するため、南メセタには砂漠状の地形景観が見られる。乾燥イベリアの中でも地中海岸や大西洋沿岸では海洋の影響を受け、夏季の暑さは比較的ひどくなく冬季は暖かい。しかし、メセタは 大陸製の気候であり、夏季は暑く冬季は厳しい寒さとなる。南部は極度に乾燥する。年光水量約200ミリメートルのアルメリア地方はイベリア半島で最も乾燥した場所であり、極度に乾燥するのはアフリカ大陸のサハラ砂漠からの季節風の影響を受けるためである。内陸部にはヨーロッパで最も気温が高い場所があり。 コルドバでは7月の日中の平均気温が摂氏約37度となる。地中海岸では夏季の日中の平均気温が摂氏約30度となるのが一般的である。イベリア半島の最低気温記録はメセタ西部で記録した摂氏マイナス24度。最高気温記録はアンダルシア地方のセビリア県北東部で記録した摂氏45度である。 スペインの地質イベリア半島の2、3以上は、古生代に形成され、この時期に、イベリア中央3階、エブロ3階、カタルーニャバレアレス3階、ベティリフ3階などが生まれた。もっと古い起伏は、カレドニア増産運動によって、最も頑強な構造は、ヘルシニア、作り山運動によって形成されている。北東部は、ピレネー山脈の終極体と結合しており、南東部では、 ベティコ山系と結合している。これら二つのチェーンはいずれもアルプスベルトの一部である。半島の西側はマグマに乏しい大西洋の海口部によって形成された大陸境界によって区切られている。ヘルシニア、ツクリアマキの終極帯はほとんど中世代と第三期の岩石に埋もれているものの、東部のイベリコ山系とカタルーニャ海岸山脈を通じて露頭している。 アルプス増山運動によって半島が形作られ、エブローチやジブラルタル海峡、メセタやメセタをチドル山地、さらに外側のピレネー山脈やベティコ山系が形成された。イベリア半島は、軽土層、石灰層、粘土層の3つの岩石区に明確に分かれており、軽土層はガリシア州やエストレマドゥーラ州など半島西部に広がっている。石灰質は、ピレネー山脈、 バスク山脈、イベリコ山系、ベティコ山系など、半島東部の山海や山海に分布している。粘土室は、メセタの一部やエブロ川、グアダルキビール川、タホ川の、各流域など、半島東部の盆地を占めている。ありがとうございます。